皆様こんにちは。投資家兼、ソウルセパレートプロモーターの渋谷です。今日はなんとディスコ原点時代のハコスカを展示してるっていうんで、見に来ました。これスポイラー、日本出しマフラー、それからちょっとこっち見てください。純正のオーバーフェンダー、タイヤもすごいじゃん。これ225/50、ね、ちょっと中も見せてね。これだよこれ。いやこのね、そうマニュアル、これ最高でよくね、昔ラジオ、これが本当最高です。それからちょっとじゃあ前の方エンジンもちょっと見せてもらいましょうか。ホワイトよし。じゃあエンジン確かこれソレックスだったよね。ソレックスついてる。ちょっとエンジン見せてもらいます。あ、そっちはそっち。うわすげえかっこいい。これ見てください、これアップで。これソレックスだっけ、ウェーバーだっけ、3連キャブ、ソレックス3連キャブ、かっこいい。すごいなこれね。実はあのハコスカなんですけど、直木賞作家浅田次郎さんの書いた霞町物語っていう本に、当時の青山パルスビートの DJ、石田と、まあ、トール、石田トール氏が、解説で、当時は煙じゃなくハコスカだと、スーツはコンプラに髪の毛はリーゼントと、これがまあディスコ原点時代のファッションであったと。ハコスカ、それでパルビのトールさんは当時このハコスカの、後ろにこれ GTR のエンブレムあるんですけれど、それをわざと外して乗ってみたと、この GTR のエンブレムを。そうすると隣に並んでもなんでこんな速いんだと、ね、わざと GTR のエンブレムを外して乗っていたそうなんで、その辺霞町物語に見てもらえばいいと思います。そして、2023年、12月3日日曜日夜の7時から六本木マハラジャで、ソウルステップナイト23周年開催しますので、 DJ はもちろん、60年代後半から70年代中期にあった青山パルスビートの DJ、 それから70年代六本木スケアビルのネペンターの当時の DJ 稲葉さん、それから今回23周年なんで沖縄からクック豊本さんも来ますんで、ぜひ皆様遊びらしてください。どうもありがとうございます。あ、どうも拍手ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも。